はい、えー。それでは、えー、22番の問題ですね。えー、ついにあの力学最後の問題になりました。えーまあ、2011年の大阪市立大学の問題。まあ、これも基本的な問題になりますので、えー、もう簡単にサクサクと見ていきましょう。<laughs> ええと、今回ですね、リード部の2行目確認してもらうと、えーまあ、前の問題がラージ G でしたから、今回スモール G の方にすればよかったんですが、えーまあ、今回もラージ G ですね、えー。万有引力定数をラージ G とするとありますから、えー、もちろんこれ使っていきましょう。<laughs> はい、えー、まず問いですね。えー、とまずは、えー、高さ H ですね。地球の地表の上空、高さ H のところを運動してますよと。この時のこの、えー、衛星ですかね。 小物体 S ですか小物体 S の速さを求めましょうという問題ですね。<laughs> はいえー、前の時にも言いましたが、もう円運動してたら運動方程式立てるしかもうありませんから、運動方程式立てて見ていきましょう。はい。では、働く力しっかり見ていきましょうか。働く力は、もう万有引力しかないですよね。 で、距離だけね、えー、ちょっと <laughs>、あのー、間違わないようにしてくださいね。えー、R でも H でもないですね。地球の中心から、この小物体 S の中心までの距離になりますから、R たす H ですね。はい、なので、万引力の公式に当てはめてあげると、R たす H 二乗分の Gmm になりますよと。<laughs> で、もちろん加速度が A 運動していますから、えー、中心向きですね。<laughs> はい、えー、運動方程式から考えていきましょうというところですね。 はい。えー、運動、え、運動において加速度は R 分の V の2乗、r オメガ2乗、えー、そして v オメガの3パターンで加速度を書くことができました。えー、今回は半径が分かっています。えー、そして速さが分かっているっていうことから考えてあげてですね、えー、R 分の V の2乗を使っていきましょう。<laughs> はい。なので r、R たす H、えー、分の、えー、V の2乗、V0 かなえー、V0 の2乗ですね。 イコール、加速度方向に働いている力が、万有引力だけになってますから、r たす h2 乗分の gmm になっていますよというところですね。はい、求めたいのが、この時の速さ v0 ですから、もうそのままですね、v0 が出てきます。まあ、どうでしょうかもう慣れてきましたかなすごく簡単に解けているのではないかなと思います。よろしいでしょうか はい。えー、では、2番行きましょう。<laughs> 2番は S が地上から常に静止しているように見えるためには、H はいくらでないといけないかというところですね。地球の自転周期を T として、えー、求めましょうというところですね。<laughs> まあ、これはまあ、静止衛星ですね。静止衛星 <laughs>、えー。地球の自転周期ですね。地球の自転周期と、えー、この小物体 S ですね。 えー、S の交点周期が同じになればいいんですね、えー。例えば僕が地球だとしてあげて、地球の、えー、どっかの点だとしましょうか。<laughs> で、今、ここですね。この僕の、えー、このグー、えー、拳がですね、えー、生死、えー、勝負った S だとしましょうと。で、こういう状態だったらもう全然ダメなんですね。僕の自転周期、地球の自転周期の方が早いから、全然同じ位置に見えないんですね。こうだといいんですね。 こうだと同じ位置に見えますから、僕の自転周期と、えー、超物体 S の公転周期が一緒になればいいというところですよね。<laughs> はい。じゃあそこから考えていきましょう。<laughs> はい、えー。地球の自転周期は t っていうふうに与えられています。<laughs> じゃああとは小物体の公転周期求めていきましょうというところですね。 小物体の公転周期なんですが、えーまあ、どうやって求めていくかということなんですが、まあ、オメガ分の 2π しか覚えていない人は、えー、ちょっとなかなか大変にはなってくるんですけどね。V イコール R オメガからオメガ求めていかないきゃいけませんからね。ただ、周期っていうのは何だったかというと、一周するのにかかる時間でしたから、今、速さ V で一周、円周をう、えー、一周するんだから、距離をある速さで出てきますよね。 なので、円周距離 2πr 割る速さ v で、えー、一周するようにかかる時間、公転周期っていうのが出てきますから、まあ、ここからすぐに計算できますね。はい。なので、v0 分の 2πr ではなくて r、2πr たす h ですね。はい、えー。これを計算するだけですね。<laughs> はい、えー、もう簡単な計算にはなりますね。えー、お互い二乗してあげて、えー、そこから計算するだけですね。はい、では答え書いていきますから、各自確認お願いします。はい、えー、計算するとこんな感じですね。えー、各自で計算よろしくお願いします。<laughs> はい、えー、では問い3番いきましょう。<laughs> 問い3番は、これはもう第二宇宙速度の問題ですから、えー、前回もね、やりましたよね。えー、A 運動をしてたら運動方程式立て、立てれますよと。 力の大きさも変わらないし、加速度も一緒ですからね、えー。運動方程式立てやすかったです。ただ、楕円運動とか、無限に飛んでいっちゃうとかになってしまうと、もうどんな軌道かわからないですし、えぇ、ー、倍力の大きさも常に変わっていきますからね、えー。地球の中心からの距離っていうのは変わっていきますからね。<laughs> なので、運動方程式立てれない。途中の状態なんかわからないから、まあ、最初と最後だけ考えたら、いいような、えー、力学的エネルギー保存則を立てて考えていきましょうというところですね。 はい、えー。では見ていきましょう。えー、最初の速さ V ですね。えー、振り切っていくときの最初の速さを V1 としましょうというところですね。えー、速さ、一応質量が M1 なんですかね。はい、M1。はい。えー、で、離れていく位置が今 R たす H の位置的点は一緒ですよね。えー ここで飛んでいく、離れていくというわけですから、えー、1エネルギーはマイナス R たす H 分の GMM ですね。はい。じゃあ、無限の点に行ったときには、まあ、ギリギリ到着すると考えてあげて、ゼロですね。前回と全く一緒ですから、もうちょっと省略して書かせてくださいね。説明は書きませんよ。<laughs> はい。えー、無限の点に来てますから、無限大分の GMM で、これまたゼロですよね。 ギリギリ到着するっていうことから、こういうふうに考えてあげたらいいですよ、ということでした。<laughs> はい。あとはこれを計算してあげると、V1 の値が、えー、似たような、これと似たような形になりますけどね。えー、R たす H 分の 2GM になります。ごめんなさい。ここ M1 でしたね。M1。<laughs> まあ結局 M1 消えちゃいますけど。<laughs> はい。なので r、r たす h 分の 2gm なので、えー、さっき v0 ここで計算してますからね。えー、ちょうど v0 のルート2倍であるっていうことが分かっています。分かりました。はい。よろしいでしょうか。<laughs> はい。えー、もうここまでサクサク、えー、来るような感じですよね。えー、一応、ね、えー、公立大学の問題ですけど、非常に簡単だったかなと思います。じゃあ、ラスト、えー、行きましょう。 はい。では、最後ですね。えー、カッコ4番やっていきましょう。<laughs> えー、問4番ですかね。えー、まあ、問4番の問題の設定の、<laughs> を確認していきましょうか。 もともと質量 M の、えー、小物体 S が速さ V0 で進んでいたものが、えー、2つに分かれたと。で、1つは M1、えー、1つは M2 の質量に分かれて、えー、速さが V1、V2 になったというところなんですよね。で、今回まあ分裂しましたよというところで、 今回ですね、書かれてますね。えー、問い算の上のリード文の、えー、上から2行目見てください。瞬間的に AB 間で内力が働き、AB、A と B に分裂したと書かれてるんですよね。なので、まあ、こういう風うに、えー、2つの物体に分かれるときにですね、左側が、えー、の物体が右に力を及ぼして、 右側の物体が左側に力を及ぼして離れていったということになる,なるんですけど。なので、もともとね、速さが V0 になっていましたから、まあ、左側の物体は押されて加速されてですよね。<laughs> 右側の物体は反対方向に押されて減速してということになるんですよね。なので、まあ、この A の方を加速してあげるために分裂させたということになるので、まあ、ロケットの原理と一緒ですよね。だから速度を増すためにえー切り離して、 どん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 速度を増していくというところですね。はい。まあ、なので、まあ、えー、押し合う力、内力のみで運動していますから、運動量が保存されているというところですね。はい。なので、運動量保存則を使って考えていきましょうというところですね。<laughs> まあ、それはもうリード文の中にも書かれていますから、えー、問題なく、それについてはできたんじゃないでしょうか。はい。では、運動量保存則より考えていきましょう。<laughs> はい。では、分裂前ですね、えー。分裂前の運動量は MV0 ですね。はい、えー。分裂後見ていきましょう。分裂後は左側が M1、V1、えー、ですね、えー。そして右側が M2、V2、えー、ですね。OK <laughs> ですか <laughs> はい。で、一つ式ができましたね。で、求めていきたいのは M1 と M2 の比ですよね、えー。それを求めていきたいんですが、 まぁ V1 消去していかなきゃいけないですね。えー、そしてまぁ V2 も、えー、えなんとか消していきたいというところですよね。まあその中で、まあどうしてあげたらいいかなというところですね。見ていきましょう。で、今はそうですね。東洋の中に V1 が 4V0 と与えられてるんですね。4V0。<laughs> なのでまぁ V2 ちょっとなんとかしたいなというところですね。 で、あともう一つですね、えー、式としては質量 M ですね。それが二つに分かれているということですから、まあ質量が変わらないだろうということから、M は M1 たす M2 と、えー、なっているというところですね。なので、あとこの V2 だけ計算できてしまえば、えー、非常に簡単な問題になっている。えー、非常に簡単というか、それが、えー、分かりさえすれば、計算自体はすごく簡単な問題になっているわけですね。<laughs> はい。で、もう少しね、ちょっと離れたところにヒントが与えられたら良かったんですけど、すごい近いところにね、今回ヒントが書かれていて、問いようにもそのままヒントが書かれてるんですね。B は、こいつですね、B。B は地上から高さ H の円軌道で地球の周りを回り始めたというふうにあるんですね。なので、えー <laughs> こいつの速さなんですけども、高さ、地上からの高さが H、要するに地球の中心からの距離が R たす H の円運動をしているわけですから、運動方程式を立ててあげるとですね、全く同じ形になるんです。何と同じかというと、統一と同じ形になるわけですよね。ということは、この、えー、B の速さっていうのはいくらになってるかというと、 同じ円軌道、同じ半径の円軌道を描いていることから、同じ速さになっているだろうということがわかるわけですよね。はい。じゃあもうこれ全部 V0 が入りましたから、もうサクサクと消えていきますよね。<laughs> なので、えー、この2つの式を使って、えー、インクが出なくなってきましたね。<laughs> はい、えー。この2つの式を使ってですね、えー、計算していけばいいというところですね。はい。では答え書いていきますね。インクを変えてから書きます。 はい、えー。計算してあげると、えー、こんな形になります。<laughs> まあ、簡単ですかね。連立方程式使って、small m 消してあげて、えー、m1 と m2 の関係式を見てあげるだけですので、まあ、あの、簡単にできたかなとは思います。<laughs> よろしいですかね。 ちょっとインク変えたのでね、だいぶいきなりこっから濃くなってますけど気にせず行きましょう。はい、えー、これで力学22問がすべて終わってですね、えー、一通り、えー、基本的な問題、まあ途中、反対の問題とかね、えー、まあ難しいかな、簡単だったとは思うんですけど、基本的なまあ物理の力学の解き方のところはこれで終わりました。えー、っと、まあ、こっからですね、いろんな問題をやりたいがある、 傾向にあると思うんですけどね。えー、特に君たちっていうのは。えー、けども物理っていうのはやっぱり典型的な問題がたくさん出ますから、やっぱりいろんな問題をやるっていうのもまあ一ついいんだけども、その前にやっぱり何回も何回もやってですね、もうこれいけるわみたいな感じに、えー、するっていうのもやっぱり大事ですから、やっぱり何回も何回もやってください。2週、3週、3週、4週、えー、しっかりやってもらって、えー、解けるようになってほしいなと思います。 あこれなんかよう分からんけどできるわ。でも別にいいですからね。3年生でも受験生になってるんですから。なので何度も何度も,何度もやっていってほしいなと思います。えー、力学は絶対に得点源にしましょう。差がついちゃいますかね。みんなできますから。はい。なので自分もしっかりできるように頑張りましょう。はい。じゃあ力学はこれで終わりです。